ローレンス・オルムは、ケニアのプロサッカー選手。元ケニア代表。マイアミ FC 所属。ポジションは MF。2007年、US セルファーストディビジョンのポートランド・ティンバーズと、初めてのプロ契約を締結。2009年3月、ミネソタ・サンダーに移籍。2010年、オースティン・アズテックスに移籍。10月に、クラブがオーランドに移転し、 オーランドシティ SC となった後もそのまま在籍した。2011年9月、MLS のスポルティング・カンザスシティに移籍。2015年シーズン開幕前に、マレーシアのケダ FA に移籍。2015年12月、スポルティング・カンザスシティに復帰。2017年2月3日、5万ドルの金銭保証、及び2018年 MLS スーパードラフトの1位。 指名権とのトレードで、ポートランドティンバーズに移籍。2018年12月10日、ポートランドティンバーズを退団。2019年3月15日、ミネソタユナイテッド FC に加入。2012年11月、セカフェカップ2012参加メンバーに選出された。2014年5月のコモロ諸島代表戦で、ケニア代表デビュー。ありがとうございます。